ルネサスエレクトロニクスルネサスエレクトロニクス株式会社は東京都江東区に本社を置く大手半導体メーカー三菱電機及び日立製作所から分社化していたルネサステクノロジーと NEC から分社化していた NEC エレクトロニクスの経営統合によって2010年4月に設立された社名のロネサスはあらゆるシステムに組み込まれることで 世の中の先進化を実現していく真の半導体のメーカー、ルネッサンスセミコンダクター4アドバンストソリューションズを標榜して名付けられた。NEC エレクトロニクスは2002年11月に日本電機で半導体事業を手掛けていた社内カンパニーを分社独立して設立された。TK-80 などのマイコンキットをはじめ NEC のパーソナルコンピュータ事業は 同社が源流であった。また、伝統的にマイクロコンピュータ及び ASIC に C、PC-9800 シリーズに搭載され、大ヒットした V30 をはじめとする V シリーズマイコンや VTR 向けの3次元、Y、C 分離 LSI 等では圧倒的なシェアを誇った。その後、近年では自動車向け車載マイコンやデジタル家電向け LSI 等を主力とし、 Nintendo Wii や Microsoft Xbox 360等のゲーム機用 LSI も生産していた。ルネサステクノロジーは2003年4月に日立製作所と三菱電機の半導体部門、電力制御用半導体を除くを分社統合して設立された。2006年度の半導体売上高は国内第2位、世界第6位システム LSI 分野のシェアは 世界一位であった。半導体を単に設計、製造するだけでなく、ソフトウェアを含めた本当の意味でのシステムソリューションを提供する企業へとシフトしていった。NTT ドコモや複数の携帯電話製造会社との協業によるフォーマ向けプラットフォームの供給開始はその最たる例の一つであった。2010年4月にルネサステクノロジーは NEC エレクトロニクスを 存続会社として合併、同時にルネサスエレクトロニクスに称号を変更した。ルネサスエレクトロニクス自体は、NEG、日立製作所、三菱電機それぞれの持ち分法適用対象会社となっていたが、日立製作所、三菱電機はそれぞれロックアップ後は株式を売却する意向をした。2011年3月に発生した東日本大震災で、 8工場が創業を停止。製品、部品供給先の大手製造業を中心に影響が広がった。特にマイコンやカーナビゲーション用システム LSI の主力拠点の那工場、茨城県ひたちなか市は大きな被害を受け、6月に入り生産再開した。再開までの間は代替生産などに着手したが、供給ベースで震災前の水準に戻るのは9月までかかると見通してた。 2012年4月、リテール市場を活性化する目的で、ガジェツとルネサスプロジェクトがスタートした。5月には次世代マイコンの製造で、台湾の半導体受託製造世界最大手、TSMC との生産一部委託などの提携を発表した。7月、今後の経営方針として、海外市場及び自動車、スマート社会分野への集中と、 強靭な収益構造の構築を掲げると発表。利益の上がっているマイコン事業及びアナログパワー半導体事業に経営資源を集中させるとともに、鶴岡工場など7拠点の譲渡等を検討する考えを示した。同年10月には合理化資金として大株主3社と取引銀行から計970億円を調達した。12月、検案となっていた。 財務基盤の抜本的強化について、産業革新機構、トヨタ自動車、日産自動車など社を割り当て先とする総額1500億円の第三者割り当て増資を行うことを発表した。増資実施後は、産業革新機構が持ち株比率69.16%の筆頭株主となり、NEC、日立製作所、三菱電機の持ち株比率は出雲6から9%に、 低下し、主要株主でなくなる。増資の割当先候補には、アメリカの大手投資ファンド KKR の名も報じられていたが、産業革新機構など旧社を割当先とした理由として、課題が事業上の制約を負わないこと、割当先の取引会社との事業相乗効果などを挙げている。2013年9月30日に、払い込み手続きが完了し、筆頭株主が移動した。 2013年10月、確実に収益を上げる企業体質を目指し、ルネサスを変革するとして、各種構造改革からなる変革プランを発表した。2014年3月期に2010年のルネサスエレクトロニクス発足来、初めて決算が最終黒字となる。2016年6月、クレブンセが代表取締役社長兼 CEO に就任。 成長戦略に舵を切り、同年9月には、米アナログ半導体大手インターシルの買収を発表した。また、同年11月には、中期成長戦略を発表。2017年2月、インターシルの買収を完了し、完全子会社化する。インターシルに続き、アナログ半導体強化戦略の一環として、2018年9月には、 ベイインタグレイテッドデバイステクノロジー、インクの買収を発表する。2019年3月、IT の買収を完了し、完全子会社化。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。